ガリバリは絶えず聞いとったけども、この地割れの音、皆さん怪我なかったが何より、そうですね。珠洲市の松陰小学校では、元俳優の東山紀之さんやタレントの城島茂さんらがラーメン150食分の炊き出しを行いました。頑張っていこうって思える活力にもなるので本当にありがたいです。ありがとうございます。訪れたメンバーはサインを書いたり記念撮影したりしながら励ましの言葉をかけていました。